で本日は梅月カフェさんにやってきました。イエイ。ということで早速中行っちゃいましょう。届いてしまいました。じゃん、こちらたっぷり焼きプリンです、うん、プリプリン。はい、そしてこちらが梅月さんで焼いてる、お豆を焼いている美味しいコーヒーということで、はい、このプリンですね、ホイップがこんなにどっさりとなってるんですけど、先にプリンだけで一口いただいてみたいと思います。もう本当に卵の味を感じるプリンとほろ苦いカラメルが見事にマッチしていてすごく美味しいです。もうね、本当にやっぱり美味しいものを食べると美味しいって言いたくなっちゃうんですよ。美味しい。はい、カラメルがもう甘すぎず、ちょっとほろ苦い感じでプリンの甘さをより引き立ててくれています。とっても美味しいです。わかりますかね、このプリンってやっぱりすぐにべちゃって崩れちゃうイメージなんですけど、結構弾力があるんですね。ということで次はこのたっぷり乗ってるホイップをつけてプリンをいただきたいと思います。ふわふわだ、ホイップが幸せだ。いただきます。うん、またね、ホイップがも全然甘すぎないんですよね。やっぱりホイップがここで甘すぎちゃうと、多分カラメルのほろ苦さがちょっと崩れちゃうと思うんですね。もうすごくお店の方のこだわりを感じるプリンでございます。もうどれも邪魔し合わないっていうのがすごい。だって今プリンとカラメルと生クリーム一緒に食べてますからね。これが邪魔し合わないって結構すごいと思うんですよ、私は。しかもね、これ結構私今食べ進めてるんですけど、やっぱりたっぷり焼きプリンなだけあって全然減らない。もうね、ずっとプリン食べてられるってこんなに幸せなことないんですよね。やっぱおやつといえばプリンですからね。そんなプリンばっかり食べちゃダメなんですよ。コーヒーも温かいうちにいただいと思います。私はまずはブラックでいただきたいと思います。
これがコーヒーですよ。もうね、やっぱりコーヒーの苦味って甘いものと食べるともう絶品ですよね。このコンビはやっぱり素晴らしいと思う。香ばしい、美味しい。いや、心安らぎますね。このおやつの時間に美味しいプリンと美味しいコーヒー、とっても私幸せでございます。はい、ということで、とっても美味しいプリンとコーヒーをいただいたところで、皆さん場所変えてみたんですけど、どうですか？実は同じお店の中なのに全然雰囲気が違うところがまだまだたくさんあるんですけど、私の一番のお気に入りポイントはじゃん、なんだか昔のね、小学校を思い出すこの椅子がとっても可愛くてお気に入りです。はい、実はね、小学校ポイントはここだけじゃないんです。見て、1年梅組とか、ここにね、時間割もあるんですよ。モーニングとか、ランチとか、カフェとか、1限目、2限目とかね、書いてあって、これも可愛いんですけど、こっち、なんだ、甘味メニュー、チーズケーキ、パンケーキ、ここにお習字が飾ってあるのもなかなか素敵。もうこういう発想が欲しいですね。アイデアが私には到底思いつかないアイデアで、とっても素敵。はい、こんなにたくさんのね、私のね、素敵だなと思ったポイントをご紹介してきたんですけど、実はこの内装も全て手作りということで、いやー、おしゃれですよね。もう食べ物もお店の中もで、お店の外の看板とかも全部手作りみたいで、もうこだわりにこだわりにこだわったバイケツカフェさんに今日はプリンを食べさせていただいちゃいました。はい、本日ご協力いただいたバイケツカフェさんなんですけど、オープンとかクローズの時間が日によって違いますので、皆様ぜひぜひバイケツカフェで検索してみてください。はい、定休日が水曜日とのことなので、水曜日以外で来れる日に来れるお時間でぜひ検索していただければと思います。はい、なんとですね、バイケツカフェさんから視聴者プレゼントをいただきました。イエイ。はい、ですね、お食事につけられるセットドリンク、通常は150円のところをなんとなんと無料にしていただきました。やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、期間はじゃん、今多分テロップで下に出てると思うんですけど、こちらの期間になっておりますので、皆様この期間中にぜひぜひチャンミオ TV を見たで、セットドリンクを無料で、プリンもよし、でオムライスもよし、スパゲティもよし、もうたくさんの料理もございますので、ぜひ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 バイケツカフェさんいらしてください。お待ちしてます。